DM のチェーンネックレスが可愛いなと思って先日購入したんですが、永田さんお手入れとかされてますか？お風呂の時もずっとつけてるって前に言っていたような気がするんですが、黒ずんだり変色が進んだりしますか？変色は割と進むと思います。でも私本当に外してないです。外してないよね、うん、本当に外してないので、やっぱり見えるかな、若干こう黒ずみみたいなのが見えるかなと思います。最初のシルバーのツヤ感みたいなのは一切なくなっちゃいました。だけどなんかまあこれもこれで可愛いかなと思ってそのまんまつけてます。その EM の店頭に行ってもいい感じにいぶしが効いてますねって言われるので、まあ、これはこれでシルバーだからこそありなのかなって思います。いぶしが効いてても可愛いアイテムは EM には多いと思います。はい、では次、今までで一番荒ぶった妹さんとの喧嘩は何ですか？喧嘩なくない？そんな、うん、ないねえみたいなぐらいしかないよね。そう、それで終わるよね、いつも、うん、はあの割と私が怒るよりも妹の方が怒ってる。あと口が悪い、死ねとか言ってくる。死ねは言わない。言ってる。死ねは言わない。言ったことある。だって言ったことあるけど。ほらほら、いやあるけどさ、うん、あるけど言わないようにしてるから、強い言葉を使うと弱く見えるから強い言葉は使わないようにしてるから。なんかめっちゃ格好つけてるけどめっちゃ言われますからね私は。あ、うるせえよとかは言う、うん、けど。うるせえよ、うざとかはあるよね。みたいな、うん、で終わり。なんかあんまり喧嘩したことないです。なんかこう殴ったりとか髪引っ張ったりとかつねったり引っかいたりとかそういう肉体的な喧嘩は一切ないね。手出たことないね。ないね。ないし、うん、なんかもう本当 2,3 日口聞きませんみたいな喧嘩もそんなないよね。なんか本当自分で言うのもあれですけど怒んないですよ私多分あんまり。え、そんなことない？あ、そんなことない。いや、うーん、まあ、まあ怒んないね。うん、なんかこうたまにあの実家に住んでた時とかは私の靴を履いて行くんだったら一言言えみたいな、ダメって基本的にあんまり言わないから言えっていう感じのはありました。ごめんなさい。あとね、うん、最近大好きな彼氏に LINE で一方的に振られました。すぐには立ち直れないし本当に大好きだったから時間は経ってもいいから復縁したいと思ってます。さきさんならどう行動しますか？どう考えますか？教えてほしいです。え、本当にお姉ちゃんに聞くので合ってますかって聞きたいんだけど。なんでお姉ちゃんだったらで答えるよ、マジで、うん、お姉ちゃんだったら妹が思う私だったらこう考えるだろうなっていう回答がです。今の現状に対してお姉ちゃんだったらチーン振られたって誰かしらに LINE を何人かにしてカラオケに行って、ふー楽しかった、おやすみ終わりやばそう、初めにチーンとはなるの、うん、チーンとはなる。そう、チーンとはなって、でその後なんか知らしたら次の日元気、単細胞みたいなえ、違う、うん、もう分かんない。なんかもうそんな好きな人とかがあんまできてないという。はい、じゃあ復縁するなら、復縁するためにお姉ちゃんが復縁したいと思ってるお姉ちゃんを想像できない私じゃなくて自分だったらどう？復縁したい時、うん、でもさ振られたってことはさ向こうがなんか好きな人ができたとかこっちを嫌いになっちゃったとかじゃん。そしたらさもう好きに他に好きな人がいるとしても、もう私のこと嫌いになっちゃっただとしてもとりあえず距離置かないとさ、今の現状でグイグイしたらもうもっとやだやだやだなっちゃうから、とりあえず距離置いてサーチするどういう感じなのかなみたいな。でも私も多分自分がもし大好きな彼に振られたとしたら、とりあえず今は彼の頭を冷やした方がいいし、自分も悲しいっていう気持ちをこう冷ます必要があると思うから、距離を置く必要があると思います。なんかその距離を置いてる時間に彼がより冷めてしまうんだったらまたゼロから頑張ればいいし、とりあえず彼が、まあ、どういうきっかけで別れてしまったのかにもよると思うんですけど、もう彼に完全に好きな人ができちゃいました、彼女ができちゃいましたっていう話なんだったら、心を病んでしまう前に新しい恋に行った方がいいと思う、一番はね。だけどそれが無理なんだったらしばらくは耐え忍ぶ。この子には多分今は悲しい気持ちを吹き飛ばす方法を教えてあげた方がいいと思う。だからカラオケに行くべき。カラオケ嫌いかもしんないさだったら旅行とか。ああいいじゃん、旅行に行ったりとか、なんかディズニーランドとかユニバーサルとか、ユニバ
ユニバに行ったりとか非日常のことを自分から進んでやっていったら若干こう気晴らしになるんじゃないかなと思います。気晴らしって本当に大切で、それをやらないとどん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 その自分が悲しいとか苦しいっていう思いが頭の中で駆け巡ってどん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 悪い方向に行っちゃって、そこから自分でポジティブに考え直すことってすっごく難しいから、もう気晴らしをするに限る、辛い時は。で、私の場合は、私とか妹の場合は気晴らしがカラオケっていうかなり手軽なそこら中にあるお店でできるからいいけど、それが苦手な人は自分がなんかこれだったら楽しめるとか思える何かを見つけることが大切かなと思います。でもね、非日常の何かをするときに自分がこれを楽しむぞ、すごく楽しみにしてましたっていう気持ちがあれば何でも楽しいと思うので、新しいことしましょう。イエイイエイ。次、妹さんと30秒対決。これはまた別で動画にします。新しい企画をありがとう。インスタのストーリーにメッセージ送ったら返してくれてとても嬉しかったです。返信は気まぐれですか？よくコメントする人は覚えてくれたりしますか？インスタのストーリーのメッセージは返せなくなっちゃいました、ごめんなさい。で、コメントする人は覚えてます。その名前を、あ、またこの人コメントしてくれてるなっていうのは記憶として、名前の記憶としては残ってます。皆さん本当にいつもありがとうございます。とっても嬉しいです。服、メイク、髪型など全部素敵で憧れの永田さんにぜひ会ってみたいです。会える機会はこれからありますか？会える機会は残念ながら今のところイベント的なものは何もないので、もっと頑張りたいと思います。その時はぜひ会いに来てください。お会いしましょう。応援よろしく。でも私意外とそこら中にいる、そこら中にいるので、見かけたらぜひ声かけてください。とっても喜びます。でもこの間声かけてくださった方がいて、で一緒に写真を撮ったんですけど、私すっごい酔ってて、もう顔が真っ赤なの。あ、後から写真、その写真をいただいて見たけど、やっぱもうこの辺とかもう全部真っ赤でイエーイとかやってやってたから、ちょっと恥ずかしいなって思いました。漏れてねえな。ちょっとなんかこうお酒がすごく弱いのですぐ酔っ払っちゃうんですけど、そういう時でも優しく声をかけていただけたら嬉しいです。さきさんの動画を見て EM のネックレスを買う人がすっごい増えたみたいで、どこも完売だそうです。偶然入荷したての一つをゲットしました。さきさんは毎日必ず持ち歩いてるコスメとか必需品はありますか？ありがとうございます。これお揃いにしましたっていう方すごく多くて、私もとても嬉しい気持ちです。ありがとうございます。必需品、お姉ちゃんのゴミ袋でしょ。え、何それ？ポーチ、メイクポーチ。失礼だよ。What's in my bag の動画で妹がアフレコをしてくれてる動画があるんですけど、の中で私のちっちゃいメイクポーチをゴミ袋って妹が言ってます。毛玉だらけなんだもん。そんなことないよ、毛玉だらけじゃないよ。まあそんな感じです。ちっちゃいバッグでも必ず入れるのはお薬を入れてるポーチと、香水、リップ、パウダーとかを入れてるちっちゃいポーチとお財布、この3つは必ず持ち歩くようにしてます。はい。眉毛をずっと抜いてたら生えてほしいところに生えてこなくなりました。どうやったら生えてきますか？かわいそう。妹がすげえ笑ってる。かわいそう。なんで抜いちゃったの？その生えてこなくなったら困るとこ抜いちゃダメだよ。だそうです。私は生えてこなくていいところを抜いてるけど生えてきちゃいます。どうしたら生えてこなくなりますか？こうやってさってやつ、トトロ、そうそうそう、うわっってやつをする。気休め。ごめんなさい。さきちゃんが好きな映画、元気になれる映画が教えてくれあれば教えてください。1個あるよね。せーの、バーレスク。え、好きじゃん。妹が今絶対言おうとしてたのはグレイテストショーマンだよね、で私が言おうとしたのはバーレスクでした。でも絶対そうだよね、両方あるよね。どっちも大好き。イエ。ストレスが溜まったことにすること、1個しかないよね。せーの、カラオケ。歯が綺麗なので何かされてますか？歯は何にもしてないです。でもホワイトニングはしてます。ホワイトニングサロンに何回か通った後、バイマでホワイトニングキットを買ってそれを使ってます。それでね、めっちゃ綺麗になった。矯正したいなって思ってます。なんかね、やっぱり YouTube をやってて自分の顔を見ながらずっと編集するわけですよ、何時間も。そうなるとなんかね、自分の顔のあらが目立つんですよね。やっぱこっちよりこっちの方が下がってるなとか、口角がこっちだけ下がってるなとか、なんか歯並びここ汚いのが気になるとか、もっとこうしなきゃとか、ここをもっとこうし
女子で友達になるならどんなタイプがいいですか？一緒にいてバカ笑いができるタイプの女の子。あ、そうですね、うん、一緒にいてバカ笑いができるタイプの女の子と友達になることが多いです。というかそういう子しか私と友達になってくれないと思う。永田さんは何か新しいことをしようとするとき年齢的に遅いかなとか戸惑うことはありますか？またそのようなとき新しいことに挑戦しますか？見て、新しいことに挑戦してます。気にしません。気にしてないね。大丈夫だよ、そんなこと気にしてたら何もできないよ。ですよ、人生80年じゃない、人生100年ですよ。何回も言うとうさんくさくなるからやめよう私は26歳の時に UUUM のオーディションを受けて今こうして YouTube の活動をさせていただいてます。それまでは全然そういうインフルエンサー的な、なんかブログで有名だったとかインスタで有名だった、 Twitter で有名だったっていう経験は一度もありません。だけどこうして自分の好きなことを好きなように発信できる場に今入れることはとても嬉しいなと思っているし、今まで生きてきた中で充実してるなと感じるので、新しいことを始めるにはどんなタイミングでも遅くないかなと思います。やっぱりでもやり始める時ってすごく勇気がいるとは思うんですけど、その一歩を踏み出せば楽しいこといっぱいだと思うので、辛いことももちろんあると思うんですけど、何かやりたいことがあるのであればぜひ挑戦してみてください。私たち応援するよね、そういう人たち、うん、ファッション系の動画が見たいです。頑張って撮ります太ってるからね、ちょっとね全身がきついね。明らかに女性が多そうなのであえて男性目線で、こういう男性はモテるよなと思う男性の仕草を教えてくださいなんか一言言っとくと、私も妹もあまりロマンチストではないので、ね、どうなんだろうっていうのは若干ある。世の女子がさ恋話でさ、こういうのされたらめっちゃときめく、わかるみたいなのがさ、ふんで終わっちゃうからさ可愛くないよね、可愛くないよね、よくないと思うんだけどさ、うん、でもマジでさ思っちゃうからさ、でもなんかこう一緒に雨の日に歩いててあいあい傘になりましたってなった時にきちんと私の方にこう傘を寄せてくれる優しさのある人はいいと思います。あ、それはいいね、うん、うんうんうん、とかあと声がいい人ってやっぱいいなと思いますね。仕草じゃないけど挨拶がきちんとできる、うんうん、仕草じゃないけどそこはやっぱり大切だよね、うんうん、街でファンの方から声をかけられるようになりましたか？あんまりないんですけど、たまーに、たまーに、ごくたまーにあります。嬉しいです、本当ありがとうございます。ぜひ声かけてください。声かけにくいタイプではないと思うので、かけにくいのかな、わかんないけど、ぜひ声かけてくださいはい、では以上で質問コーナー終わりにしたいと思います。たくさんの質問本当にありがとうございまし た。これからも私妹もよかったらこういう時なんて言うんだっけ、ごひいきによろしくお願いします。別に違う、なんかよろしくお願いします。よろしくお願いします。つつかものの姉ですが、これからもお願いします。よろしくお願いいたします。はい、では今回も最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価、ツイッター、インスタグラムのフォローもお待ちしております。永田でした。学生の時ポエマーみたいなことやってて本当すいませんでした。